はいどうもこんばんはコールですとあとあワーニングさんですねワーニングさんですねはいはいありがとうございます皆さんこんばんは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 こんよくわかんないですけどこんにちははいありがとうございますあの今回ねこのんかチックタック二人のための物語 TikTok a t a ルフ for two っていうねあのやろうと思ってるんですけどワーニングさんからねこれ あのぜひはいそうですお誘いをしてしたんです。してそれやりましょう。ちょっとね、これちょっと面白いなと思って、再三にし位と、どうって言ったんですけど、うん、なかなか合わなかったですね。あのー、そう全然合わなかったもしかしたら、年越すんじゃないかと思ったでも年末には、ね、絶対やりたいなと僕、思ってたんで。うん、あのーそう まあなんとか予定をまあ無理くり合わせた感じですけどでこのゲームね迷い込んだの時計仕掛けの奇妙な村だったと2人でチェを出し合う協力型謎解き脱出アドベンチャーという感じですねはいん,まあまあんかあの文字で読んでもよくわかんないんでや,やってみましょうあのちなみにワーニングさん何でやるえっ英語わかんないいやわかんない英語でなんかヒントとか出るのかなと思って まあい,いや日本語でいいっすね、じゃあ。<や>あ、これなんかマウスみたいな感じになってますよ、これ。え、ほんとだああ、あれだ、あの、クロックタワーみたいな感じです、ねクククク。クロックタワーで、そうね。うん。じゃあ、やろう。<laughs> 解消しますよ、これ。せーので解消す。はい、じゃあ、いきましょう、ですじゃせーのはい。えっ、ー、と、これは二人用アドベンチャーです。一人ではプレイできません。 二人がそれぞれプレイヤーを選択し、直接話すかもしくは電話、オンラインチャットを通じて会話しながら謎を解いてください。ゲームプレイ時にインターネット接続は必要ありません。どうすんの、ね、じゃあ、どうすんどうするのなんかよくわかんないじゃないですか、それじゃあえ。とりあえず先進めばわかるないですか。最高のゲームプレイを楽しむために、<laughs> はい、お互いの画面を見ないようにしましょう。 見れないです、見れないっすもう見れんどんだけ離れてると思ってでももし行き詰まってしまってヒントが必要な場合は少しだけ覗いてみるのも自分のけない覗けない覗けないんだってだからもう物理的に覗けないんだよしんいやこれからコールさんの家に泊まりに行くっていうのはありですよいや、どんだけかかるのいやこれをゲームのために何日かけるのじゃあ <laughs> ドラッグ、スワイプ回転やタップでゲーム世界を探検しましょうとはい。 あオンラインチャットから電話をしている場合ディスコードをご紹介されることを推奨します、はい、さらにディスコードは2人目のプレイヤーを見つけるのにも最適な場所ですめっちゃディスコードの CM じゃんこれ <laughs> <laughs> そう俺はスカイプでやってるけどね <laughs> あのディスコードじゃないんだよねのよあのごめんねいいんですよね別に別に使ってもいいじゃないですかだってこれ一応任天堂のゲームであればまず任天堂ン あ任天堂のスマホアプリの方を優先された方がいいと思うんですよで次プレイヤーをプレイヤー1プレイヤー2って選ぶんですけど <laughs> どっちがいいですかじゃあ自分プレイヤーじゃあ2やります2を選びました選びますあなたプレイヤー2ってなってますねチームメンバーがプレイヤーであることを確認してください、はい、あの、はい、プレイヤー1本当に選びましたよね本当に選びましたよね嘘じゃないですよね そこからもうゲーム始まってるのかなと思って <laughs> じゃあプレイ開始すよす開始なんかお店に入ったようなカランコのカランコのなんか同じこと書いてあるんですかねその荷物の差出人の名前は、えー、あまりラブンと書いてありあなたの友人も同じものを受け取りましたえ違います 読みますね。今日あなたと友人は不思議な荷物を2つ受け取りました。その荷物はそれぞれ増え時計が入っています。ええー、っ <laughs> こ,こ,ここからも違ってるんですよ。始まった、始まった。ったえあ、じゃこっちかか時計、時計。SARS で2019年12月19日になってますよ。サーズはい、SARS で。 机に僕いますね。そうすね机に。なんか、机の上になんか。あなんか、あなんか、あこれ、掴んでやるやつ。あつんで、そうだ、掴んで動かしたのね。親愛<の>なる。あれ、なるほど。あなんか手紙が置いてありました。もしくは、もしくは、あの、右、右スティックいでできんじゃん。なんだこれ。なんだこれ。えっと、親愛な,なるプレイヤー。は,は,はいはい、い同じですね。 えーとこの時計はゲームの一部であり、私が、右がいけないな、私が、好き<ー>、好き以降読めないですのために作ったものです。友達と共にプレイし、読んだり見たりしたことをお互いに教え合って謎を解き,解き進めていってください。私の妹を見つけたら、私が会いたがっていると伝えてください。 アマリーってて書いてます親愛なるプレイヤーにあなたとあなたの友人に時計を一つずつ送りましたこれからゲームをプレイするのであれば友人と一緒に過去を探ってください過去探ってくださいね時計の過去,過去ですか時計のネジを巻くのを忘れなくあまりって書いてありますよ全然文質違いますね、うん、で下に行くとなんだこれデンマークって書いてますね箱はデンマーク あデンマークの箱ありますよ、すよ僕も。はい、で、なんか雑誌の雑誌か新聞の記事がなんか切り取られています。俺なんかメモみたいな。はい、メモですね。メモみたいなのえですか違う。あー、でもこれ新聞か。村でゆあ村で行方不明って書いてます。また発生って書いてますよ。また発生。えー <laughs> マーク・ディ・文字が読め…もう,もう老眼じゃないのに。マーク・ディ・ハンセン。ってて書いてますうん、うん、そう手紙ですか手,手紙ていうか、うんり端にあ。あ、それ取れた、取れた。あ取れる。取れますね。僕はもう取れ,取れることを有名な <laughs> 発見しました <laughs>。<laughs> しまった。まだ有名な時計技師一家のえーま、松娘っていうんですかね。うんうん であるレア家について、えー、昨日行方不明になったという届けが出されましたおお彼女の姉であるアマリンによると最後にレア家を見たのは10時半だということです10時半あ私は妹のために作ったものっていうことなんだ <laughs> 好きじゃないな <laughs> これなんだで隣に時計があります時計がありますよ10時半にしてみようか1回 あのー、あ時計をこれ、あこうめくるんだ。時計めくって10時半。10時半にすればいいんですかね。じゃ時計を針進めますね。下にある時計を10時半にしますここもう10時半にしました。10時半。こっちの方の、なんか読みますね。 なんかまた発生。当然のことながら気が動転していたという、はい、アマリーは、後に彼女の証言を訂正し、最後にレア家を見たのはその1時間半後のはずだと証言しました。何か不審な点などお気づきの際は警察へ連絡をしてください。10時半の1時間半後ですよ、じゃあ。10時半の1時間後ということは、12時。ってことは11時、12時。12時 ?12 時ですかね。

<noise> えー、これは私とレア家がかつて生きていた世界の複製を私が作ったものですめっちゃ俺遡っちゃいましたもう <laughs> <laughs> えぇさかのぼ自分はどこまで行くんだ1927年多分僕も同じです見てなかったですなんか今<じ>変なね公園みたいなとこにいますねそうです同じとこじゃないですかそれそうです、ねあじゃあ牛 で、時時計計は、はを、を刻んでますあの、振り向けるこれ。えこれ時計が11時になってますね、僕は。何リセットとかあるけど。11時。あなんかボタンが一つない。なんかね、ゲーム機みたいのが置いてあって、多分これ、汽車ポッポあれああれなんか振り向くと時計が巻き戻ります。えなんか、あの、 向いてる方向から左に向け、えなんかひなんか左回りにすると時計が1時間戻って、っ右回りにすると1時間進みます。またまたそんな。<laughs> いや、面白い。あ、な、えー、になになに今、家に入った。いや、やべ、なになになに怖い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 も、も出る。なんかね、回<え>り向くとね、いろんなものが見えて、井戸とか家とか。はいはい ありますねあれ、神社かとし向かって、神社か向かって右、えっと、な時計を、時計を,北として時計を前と見せるなら、右側に家、え、対角線上があれば、古井戸ですかね。で、ラブン時計と、ね、同じだ。え、それをその時計塔のところに、俺あのゲームみたいのなの置いてあるんですけど、 あります、ね、これあのー、右ボタンがないんですよね。ないですね。右行けないですもんね。これ先進まないですもんね。そうですね。これで、じゃあお互いに、どこ調べていきますまず。えー、じゃあ、じゃあなんか気になったのはそうだな。い行ってみましょうか。行ってみますか。はい。行きましょう。行きまっしゅ。箱が置いてありますね。 自分は機関車かなこれ、蒸気機関車の模型みたいなですオルゴールだと、オルゴールと、なんか電球が右上にあります。オルゴールがあるだけですね。えなんだこれは <laughs> 何があるんだ <laughs> あ、電気つきました。あ、電気つきたら。え、電気電気なんかつかないんですけど電,気電気なんか。えっと、レア系、半時計回りに、時計回りに2回、時計回りに 回し続けて、ね、<え>もう一回言いますね。レア系半時計回りに。半時計回り。えー、周りに。えー、時計回りに2回時計回りに回し続けてね。ん半時計回りにレア系にえ、<ん>それ、あの、レア系半時計回りに行って<ん>あ、それが左上に書かれてて、そのちょっと間を空けて、<ん> 別の場所に時計回りに2回時時計計回回回りりに回し続けて回っ1 2 1えー、っとこれかこれかこれ回せばいいのか多分このオルゴールにノブがついててそれ回せるんですけどそれを時計回りか半時計回りかってことだと思うんですけど、うん 2回回し続けてああああなんか蒸気機関車を動かしたらなんか煙出たあプシューって,て煙が出ました <laughs> で文章が増えましたえーとあき来た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 ああ文章あえちょっと待って文章が増え、もっと増えてきましたえー、こんなあき来た お、俺はどうすればいいですか。なになに。あ、はい、いますね。読みますよ。レア系。プレゼントを気に入ってくれると嬉しいんだけど。うん、ええー、と、反時計回りに三回回して。半時計回りに3回時計回り。はい。時計回りに二回。二。ええー、まず。三、うん。で、時計回りに。で、と、止まりに二回。二。2 で、半時計回りに2回回してから 2, 1 2はいで,で時計回りに、えー、回し続けて <laughs> 絶対に離さ,離さないで回し続けてください時計回りにずっと回し続けるよし今回してますよはいおこれ1回家出ないとリセットされないとかそういうことかなそういうことはないかな 可能性はありますね。何回かね、もう回しちゃってね、ぐちゃぐちゃ。あ、じゃあ1回、一回出ます。なんだこの家。はい、<laughs> よし、もう一回入って、<や>えっと、時計回りに2回。2> <laughs> はい、えー。時計回りってどっちだあ、こっちか。1、2回、半時計回り3回。あ、え、一回出てください。はい リセットしてください <laughs> えー<と>半時計回りに計回,り2回かそうですいや違います <laughs> あ半,時計半時計回りにまず3回です3回、えー、123回で時計回り2回で2回です12回で、えー、半時計回り2回

っていうのが出ての出きましたマス目が書いてある札があって、はい、00067って書いてあるんですよね、はい、多分これロの記者のルートじゃないかなとあの記者のルートじゃないかなと僕は予想していますはあーどうなんでしょうちょっとやってみないことにわ分かんないですけどちょっとでも自分の記者はなんか 普通にただ車輪と本体しかなくてあ,あのー、車汽車っていうかあの汽車のゲームがあったじゃないですか汽<車>時計台のところにあ,、ね、あれのルートだと思いますあ、ね、はあなるほどなるほどよい、えー、しょではちょっとじゃあこれ多分ここで多分やることないと思うんで<い>多分これでやるいですか、ね、僕も出ました 次は古いド行きますかじゃあせっかくなら古いドですねえー、さっき古い道行きたくてしょうがなかったんですよね、うん、そうです、ね、そうです先に古いド言えばいいかですね古い道あれあれあけどんどん下に下がれますうわなんだこりゃ下下なんか変な箱がある箱ですかあ自分は箱あります なんか記号じゃないんかなんか,なんか記号書いてありますね僕、僕。あの、文字の形のやつですね。文字の形文字じゃない、えー、なんでしょうあの四角とか,三角とか,あとか、ね。ああ、同じですね。えっと、左上から白丸、うん、白丸、黒丸。で、下の段位って四角、うん、白四角、白三角、黒丸。で、ボタンが左上と 右上,左上と右上と、うん、真ん中下にあります。なるほど。えっと僕は、えー、と左上から黒三角黒い四角白い三角、はい、で白い三角白い四角白い四角でマーニングさんがボタンがついてないところにボタンがついてますね。ああってことはし、えー、と左下上、えー、真ん中上の右下ですか ああ、なでしょうこれ。ち,ちなみに、えっ、ー、とボタンがあるところの、はい、えだけ言うと黒い四角、白い三角、白い四角の3種類なんですね。んボタンがあるところが黒い四角、白い三角、白い四角。えー、自分ボタンがあるのが。 えー、白い丸、白い三角、黒い丸です。あこれボタンを押すごとに、ものが変わる。あ、本当だ。変わりますね。合わせるんですかね。かもしれないです、ね。でも何に合わせればいいのか。何に合わせるかですね。<今>あそうか。分わかった。えっと、うん、ボタンの付いてないところとお互いに合わせるじゃないですか。なるほど。あなんで、 えとじゃ自分のボタンがついていないところを言いますね。はい、えと左下、白い四角です。左下が白い四角で、真ん中上が、うんえー、白い丸です白い丸。そして右下は右下が黒い丸ですまあそれ。何も起こりません。 <laughs> えー、じゃあえっ分ないですか <laughs> ちなみにコールさんの方どすえと左上が黒い三角はい黒い三角黒い三角はいありましたで、えー、右上が白い三角はい白い三角で白い四角でしたっけ下はそうですね白い四角ですあしとか白い三角 白い三角の下が白い四角か真ん中が白い四角下の真ん中が白い四角変わらない <laughs> 何にも来ないですね何も来ないですね合わせる感じかなと思ったんですけどどんなにすればいいんだ <laughs> 何でしょう ああのワニオさん右にレバーがついてます右あ、レバーついてますねあ、押せばいいあああったボタンあ、開いたあ、なんかなんか入ってますボタンがあった正解ですね大丈夫でした大丈夫でしたあ、帰ろ帰ろ帰ろもう要はんな暗いところがおさらばですさてボタンはめに行こうそうですね で、多分、あと、あの、時計店、行かないきゃいけないと思うんですけど、あそこ、あの、営業時間書いてあったんですよ。はい。えあ、ちょっとまだ入ってなかったですね。あ、営業時間3時から9時か。だから、これ、時計を3時から9時の間に、変えてあげればいいんじゃないですか。じゃあ、9時とかにっと。ってことは、ってことは、右、右回りで、していけばそう9時になりますよね。でも、遅いな。 結構え構3時時あこれだ3時か開いてる開いた開いた,時た9時になったら開きますよあのラブン時計店9時え九9時3時には開いてますけど入れましたラブン時計店に<ん>うわめっちゃ時計がいっぱいあるああれラジオラジオがあって上に 時計があって。ありますね。吹きっぱいありますね。時計がなんかちょっと時間、時間がなんかうまく進んでないですね。8時4、なんか4時、3時か。3時43分から4分を行ったり来たりしてますね。あ、ニュースがなんか、一番上にあった屋根裏に。んあ、なんか屋根裏になんか、ニュース<番>がある。 えーとラブン時計屋ではさまざまな時計を購入したり古い時計を修理したりすることができます本日時計屋グランドオープン、えー、世界でも有名な時計メーカーであるラブン氏が、えー、この新しい時計屋を開店彼は風変わりな人物だと言われていますその、えー、緻密さのレベルは洗練されたものです 我々の女王でさえ、彼が作ったエレガントな時計を一つや二つ持っているとい言われています。今日が、今日彼が、おーって終わってます。お <laughs> 何でしょうね。えー、自分、そういうのないんですよね。なんか、えー、と時計の上にあるのが、はい、なんか、巻かれたなんか布かなんかあるんですけど、それを押してもなんか、ゴンゴンゴンってジャンプするだけで動かないんですよ。やっぱラジオですかね でその上にカレンダーがあってはあははあ、なはかあ<っ>で、1月1月の日1月1日日曜日で書いてますどうしましたあのー、ラジオがあってはいラジオの曲を合わせていくとなんか文章が出てきましたあ自分も文章であれました心優しい農場犬だそうです 犯人が見つかるまでは家の施錠をしっかりするよう用心してください。って言われました、えー、心優しい農場犬だそうです。えー、<laughs> 犯人が見つかるまでは、はい、家の施錠をしっかりするよう用心してください。たぶん前に文章がありますね、これ。前に文章、えー。じゃあ読みますね。自分も出ました。また夜の間にペットが盗まれる事件がありました。 今回はジェイソン夫人の心優しい農場犬だそうです。犯人が見つかるまでは家の施錠をしっかりするよう用心してくださいってそういう文章ですね、多分なるほど。そういう文章だったんですね。で、ただえー、でもここの謎は謎はこの布の謎が解けないんですよね。これ開くことができないんですよね、どうも開くことができない。あの、うん なんか押してもグルー押してもひなんかスワイプしてもいかないんですよね屋根裏のところの床に羽が2枚落ちてるんですけど羽はないですねこの羽なんかなりませんワニングさんの方で羽羽全くないですよこっちにであともそのさっきのニュースの 時計のグランドオープンのグランンドオープンのニュースしかないですね。<え>窓,窓があって、窓の横に。いや、グランドオープンのニュースないですね。よくカレンダーとか、巻いてあるやつあるじゃないですか。はいはい、ああいう感じで置かれてるんですよ。ああいう感じで置かれてる、なんか布みたいなやつなんですけど、それを開く方法がわからないんですよ。じゃあ、しょうがない。帰りましょう。 ラジオの、なんか関係ないのかな。あれ。うん。あれ。あれ。なんだ。ラジオの文章は。<れ>ラジオの文章、いくつかあるぞ。え、あるんですか。まだ文章あるんですか。 いつも彼女の作品の一つ一つに散らばっています。あ、あります、あります。あ、あなんかなんか変な虫の虫のおもちゃがやってきた。きあれ？えっとあれ？八百二十ヘルツメガヘルツのちょっと下ぐらいのところと。 はいなんかラブン家の長女メアマリーは素晴らしい時計職人であり発明家でもあります彼女の痕跡はいつも彼女の作品の一つ一つに散らばっていますこれで文章完成ですねでその次が百2 0と1115のちょっと間のちょっと前ぐらいはい、ねはい、ラブン家は先,日先月ここに引っ越しをし昼 <laughs> 注意も問わず七に働いていましたそして本日18日に彼らの時計屋をオープンする予定のようです。はあ、で,で、また夜の間にペットが盗まれる事件がありました。ね、今回はジェイソン夫婦の、えー。ジェイソン夫婦の心優しい農場犬だそうです。犯人が見つかるまでは家の施術をしっかりするよう用心してください。です。うん で次が次が奇妙な出来事が起こりこの村がショックに陥っています命を落とした鳥の群れが見つかりその群れは森の地面いっぱいに広がっていた模様ですでまてこ千四百十の前ぐらいですよねあ<る>それあ,ありますね郵便物を取りに五マイル先まで歩いていくのはやめましょう千四百十と千七百五の間ぐらいのやつです,でです、ね、この村の郵便局の工事開始日が今月末まで迫ってきました。 3月になりってなりましたけど、3月になり、3月になり、にの次です。それが次です。この村の、5マイル先まで。はい、この村の郵便局の工事開始日が今月末まで迫ってきましたってことですね。ああ。この先はあるのかなあ、まだあります。 ま最後にあります。七千七百五の近くにあります。あ。なんですか。あえー、珍しい白色のカラスは。ラブン家の末、まえー、末、末、娘に懐いているようです。このカラスが他のペットのように行方不明にならないよう祈るばかりです。はあ。 でなんでしょうだ。だからなんだって。でっていうで話ですよねそ。そうなんですね。で、あのー、自分カレンダーのところに、はい、あ、カレンダーが、あれカレンダーが動かせレンダす。カレンダーカレンダーがですね、すかえっと、えっ、ー、と、時計の上にあります。で、時計の屋根の上にあります。屋根っていうんですか。あの、時計の、はい、時計が、 置いてあるところでしょうあの屋根裏、ね、屋の床に置いてある屋根裏の,屋根裏の,床にあるのは、さっき言ったカレンダーみたいな布、うん、巻かれた布で、その上に、屋根裏の壁にはか飾ってあるなんですけど、そこに1月、えっとき、上に1月と年号,は、うん、年号とあと、曜日と数字があるんですけど、うん 1>, えー、1, 1月と日曜日は、 おそらく動かせます。帰ることできます。1月と日曜日。で, <laughs> で、帰れます。で、1から31もおそらく、たぶんあの、なんか1から、ん 1, ?1 からたぶんカレンダーの31までのところはなんか押せるんですよね。なんかカーソルがあって、なんかアタック25みたいな、んなんかパネルみたいなるんですよ。えっと。で、押すとなんか、 その赤いマス赤赤いやつを赤いやつなんか赤い枠があるんですそれを動かすと、あちこち動かせるんですよ。ん一応、ここにはニュース水曜版というのは多分同じ場所にあって、はあ、ラブン家の時計はさまざま時計を購入したり、冬時計を修理したりすることができます。本日時計はグランドオープン。えー、本日時計はグランドオープンって書いてあるんですよ。えー で水曜版なんですよ。はい。多分曜日は水曜日ですね。水曜版。水曜で、多分さっきのラジオの中に。はい。ラジオをよく聞いてると、時計屋がいつオープンしたかが分かるんじゃないかなと。ああ。さっきの文章の中ですかそうですね。 えと18日に彼らの時計屋をオープンする予定のようです 18?18、えー、18日です1月の18何月ですかね ?3 月かなえっと何月だ多分これその月は書いて この村の郵便局の工事開始日が、今月末まで迫ってきました。えーと、確か日にちは18でしたっけ18です。で18で多分、前の文章に月が書いてあるんですよ。何月でした ?3 月とか言ってませんでしたっけこの村の郵便局の。3月そうですね、3月になるとって。つまり3月です。3月18日水,水曜日が、正解ですよ、きっと。3月かな あ開きましたえっ航空箱開きましたガリバー旅行機とかなんかいろいろ入ってるんですけど、うん、<laughs> なんか画鋲とかなんかコンパスとか入ってるんですけどはい、はい、なんかあっスブルートの紙が出てきました<お>00067の後半ですよ半です、ね、後半ですねよしこれでここをクリアできるだとこれメモしないとダメですね大丈夫ですよ覚えておきましょうえ無理無理 <laughs> まず、えーっと僕がワーニングさんに最初のルートを見ます。はいはい、なんで、あのー、機関車のところに行ってください。機関車というか、あのゲームのところちょ,とちょっと今、これからズルをします。画面を撮ります。<laughs> 画面メモします。で、保存して、これを見ながら向かいます。 えっと、はい、じゃあいいですかえっとあのあのクレーンゲームでしたっけクレーンゲームみたいなそうですそうですじゃあ引っ返していきますきましたえーまずはい引き返しはい上に二マス動かしますはいで、えー、右に三マス動かしますはいで、えー、下に二マス動かします ここから、ね、右に1マス 1> ちょっと待ってください俺まだあそうですね追ってなかった上に2マス行っていや覚えてますよ俺は右に3マス、はい、123マス行って下に2マス行って、えー、右にいきますねまずはいまず右に1マス行って、はい、で、えー、上に3マスですね 1>, 1、2、3マスはいでまた右にん右に2マスです 1>, 1、2はい 2> で上に1マス 1> 上に1マスはいで右でフィニッシュですおっ開いた開いた開いたっていうかなんかカシャッて落としましたねカシャッて落としましたね何がカシャッて落としたんでしょうえ何,何が起きたんでしょうねああ